新しい商品を作る上で、デザインや価格と並び、品質や信頼性はとても重要です。そこで今回は、設計初期段階での強度解析シミュレーションを使い、早く高品質な商品を開発する方法について解説します。例えば自動車用のカンタジャッキを例に考えます。このようなジャッキの場、荷重に対して十分な安全率を設定する必要があります。それでは、 シミュレーションのやり方を見てみましょう。まず最初に、座面に対して高速条件を追加します。次に、受け部に 800kg の力を設定します。シミュレーションの結果を確認します。この段階で、たわみは 0.12mm だとわかりました。次にどこに応力が集中しているかを確認します。応力は内部にも発生しているので、遠い面クリックを調整し、詳細に特定します。 この応力が集中している場所には強度アップを、応力が発生していない部位には肉抜きを行うと効果的です。応力が一部に集中してしまっている状態から、荷重が発生するケブから座面まで、全体的に応力が発生するような構造が好ましいです。ここで大切なことは、価格、重量、保証強度をバランスさせることです。このような時には、縦軸に板厚・ 横軸にリブの形状のパターンなどを表示したマトリクスを作ると、早い意思決定ができます。マトリクスから方向性を導き出し、その後、詳細設計と詳細な強度解析を実施すると、開発期間を大幅に短縮することができます。したがって、企画初期の段階では、比較的簡易的なモデルでの検討を行うことをお勧めします。求められる要件から、板厚 1.6mm、 重量 1.55kg み 0.123mm となる仕様を選択し詳細な設計工程に進むということがポイントです設計の初期段階でシミュレーションをうまく活用し設計から試作完了までの期間を短縮させましょうまとめとしては1設計要件をしっかり確認しましょう2検討の初期に簡易モデルを作りましょう3意思決定マトリクスを作り 初期段階で方向性を導き出しましょう。4. 方向性を絞った仕様で詳細設計を進め、詳細に解析を行いましょう。5. 試作品の数値とシミュレーションの結果の比較を把握し、次のプロジェクトに活かしましょう。以上です。